ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル道路ショー、私たちの歌を聴け。皆さんどうも、コアカー港アクアです。そしてあはーい、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。はい、ということで、はい、この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当してアイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組です。はい、今週も港アクアと宝生マリンが担当します。はい、アクタ2回目よ、2回目。まあそうだよ、楽しいね。楽しいね圧がすごいよ。楽しい、いえ、楽しい、楽しいよ、楽しいよ、ほんと、ほんと、うんうん、あくた、ホロの歌聞け28回目だって。もう28回か。28歳か船長、うん、28歳か船長、まずいですよ28か船長、まずいですよ。ちょっと話題を変えてですね、はい、といえばアクタン、運動会だったり文化祭の季節みたいですけど、アクタンって運動会や文化祭参加してました？うん、やっぱさ、うん、運動会とか体育祭っていうのさ、その、やっぱり、うん、男女がさ、こう、共学だったりすると男女がこうさ、体操着を着てさ、鉢巻きをさ、こう交換してさ、なんかラブラブみたいなさ、あったりするじゃん。私はさ、鉢巻き交換すんの知らない。私はさ、リレーのさ、最終、アンカーで、その好きな、そのいつも窓際で本を読んでる女の子にさ、今日絶対勝ってくるから、そう告げて私はさ、リレーのさ、アンカーをさ、走るんだ、ドキドキしてさ、一番、やっぱり私のクラスはさ、後ろでさ、やばい、負けちゃう。でもさ、私は走らなきゃって思って走ろうとするんだけど、バトンを落とすの。はい。でね、もう諦めちゃいそうだって思った時にね、その、いつも普段はね、全然喋らない女の子がね、アクアちゃん、頑張ってって、心の底からもう鼻の底から声を出してくれるの、はい、私はさ、その声を聞いてハッってなってさ、うん、今までにない力が湧いてきてさ、うん、ダダ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 ってこうコーナーをね一周するの。はい、そしたらさ、光の速度でさ駆け抜けるもんだからさ、他のクラスの人たちがさ、みんなさもう倒れちゃってさ、吹き飛ばされちゃってさ、私が一番になったっていうエピソードがあるんだよね。ねえ、お前それさ、ちょっと、うん、それ嘘まつってんだよ、その妄想やん、妄想。嘘じゃないよ、妄想やん。嘘じゃないの。なんか、もうなんで嘘だってわかるんですか。誰も嘘だってわからないくせに。わかるもん、わかります。本当の味、ペロペロ、これは、うん、嘘の味。正直に言うと、うん、あの運動会とかは、もうとにかく自分の種目以外の時に、もう体育館のさ、倉庫みたいなところでさ、涼んでたで、俺ミラとアコいねえぞみたいになってさ、毎回怒られてた。それでも涼んでた。なんかそれ、涼んでたっていうのがなんか強がりに聞こえてきた。なんでさ、涼んでた言うけど、本当は友達がいないから倉庫にいる。なんでさ、なんかねえ。ということでね、早速始めていきましょう。はい、ホロライブアイドル道路ショー、今日も、こちら本日も私たちの歌を聴け。同じだけどな。同じだけどね。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル道路ショー、私たちの歌を聴け。改めまして、港アクアです。宝生マリンです。はい、ということでね、ちょっとベラベラ喋っちゃってるんで、はい、まあ、こっからはね、もう早速ですが、リスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。了解しました。はい、お願いします。お便り読みます。ラジオネーム、てんこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アクタン、マリン船長、ハロハロー。ハロハロー。ハロハロー。マリン船長、3期生ライブ、ホロライブ、ソロライブファンタジー、ファーストライブ、ファン、イスランド。イスランド。イスランド。イズランド。アイラ
の開催決定おめでとうございます。ランドありがとうございます。うん、ねえ、3期生5人が揃って作り上げるライブが今からとても待ち遠しいです。うん、そしてアクタンといえばソロライブを何度も成功させてきた熟練のアイドルですね。アクタンからマリン船長へライブ成功のために何かアドバイスをお願いしますということで。先輩、アクア先輩、いやしますよ。アイランドね、アイランド。そう、アイランドね、うん、アイランドなんて読めないよ。読めるだろう。読めないよ。読めるよ、アイランドは。あ、アイ、だってアイ、じゃこの S は何、この S は。これは、アイランド、アイランド。何聞く、ひそかに隠れている発音。意味わかんないし。そんなことはいいよ。おめでとうございます、めでたいね。いや、でもさ、船長、もうの1期生ライブがあった。そして3期生ライブが発表された。うん、あ、2期生、あれ、飛ばしちゃった。あれ、あれ、2期生、確かに進んでるはず。あれ、あれ、あ、2期生ライブとかって可能性はあるんですか？アクア先輩、そうですね、私やっぱり、はいはい、まあ、初めてですね、普段はホロメンとご飯に行くとかってなりますと、基本ね、誰かにお任せするんですよ、お店でを選ぶとか予約とか、はいはいはい、なんですけれども、私初めてこの2期生ライブを作る、こう計画するために、こう自分で予約をしまして、店を取りまして、スケジュール調整しまして、5人を集めたわけなんです。なんですって。え、アクタン主催で動いてんの、すごく初めて。もう頑張って、何度も名前聞き返さ、みなとです、みなともさんですか、みなとですみたいな、何度も聞き返されて。いないよアクタン。なんでかな、3期生のが早かったな。それはね、やっぱりなんだろう、まあアクターンはね、頑張ってリーダーシップを取ったとしても、どうしてもね、やはりコミュ障、ここがね、コミュ障なところがあるからね。そっちいや、だってさ、悪菌建設だってさ、アクターンが何かしようとしてもさ、結局アクターンがさ、シーンってなるやん、途中から。なんか難しいんだって、リーダーシップ、ね、難しいんだよ、取りきれないところがある。でもこれから変わっていこう、ミナとアクア。何、なんか今日って私がなんかさ、アドバイスする感じじゃないの？あれ、なんか励まされてる感じになってるけど、アドバイス受けるんだったらちょっと思わずね。そうじゃない、でも何はともあれめでたいね、すごいよ、ほんとに。いや、楽しみ、ね、本当に私も楽しみだ。めっちゃね、3期生ライブは実はね、もう本当に気が早すぎてビビるかもしれないんだけど、我々がデビューした年の、年末にはやりたいって上さんに言って、そうだよね、バリ気が早いんだけど、なんかやりたいんだよねってずっと言ってたもんね。そう言ってたけど、なんかなんかうまく動かず、で、まあ最近年になってようやくね、動きましたということで、もう同時にね、コラボカフェとかもあるので、あら、ガンガン盛り上げていきたいなと思っております。すごい、3期生でそんなにかかったなら2期生一生無理なんじゃないか。いや、多分ね、大変だったんだから。いやそれこそ船長たちがデビューした頃ってまだ運営さんもそんなに整ってなくて、確かに、確かに、それこそライブ制作部とかもなかったし、そうだね、今はね、そういうライブに関する動きをね、スムーズにしてくださる、あるから、確かにとうまくいく。あとはアクタンが頑張ってリーダーシップを取れば。頑張れ、頑張れ、みなとアクア。違うんだって、違うんだって。私がアドバイスするの。あ、そうだ、するのってね。じゃあライブ成功のアドバイス何かありますか？とは言いつつね、私もソロライブしか経験してないからさ、何とも言えないんだけどさ。ぼっちだからな、アクタン。まあ、でもさ、今回多分3期生ライブっていうのは、その状況が良ければ、その、お客さんも、ありでやるわけだからさ、私はお客さんありで実はやったことがまだなくて。あ、そうだよね、まあね、そのご時世的にね、すごい楽しみだよね、本当に。そうなん、やっぱコール&レスポンスとかが楽しみだよね。ねえ。そうだよね。だからやっぱりさ、その、なんだろう、現地で見に来てくれるお客さんのためにも、ネットで見るお客さんのためにも、やっぱりね、船長ね、ダンスよ。ただゆらゆら揺れながら歌うなんて時代はもう終わったの。私たちはアイドル、踊りなさい。船長踊るの。はいはい。船長頑張るの。
はい、アクア先輩船長、いいの、はい、自分の、はい、自分らしさでいいの、はい、踊れなくたっていいの、頑張ってる船長がみんなは見たいの。船長ブルームでもなんか人のライブのあのゲスト行った時も常に踊りがなんかワンテンポ遅れてなんか踊りの輪を乱し散らかしてるんだけど大丈夫でしょうか。それでもいいの、それが、うん、あー船長今日も遅れてるなって一人のみんなはさ見てくれるか、あー今日も船長ちょっとなんか足上がってないなってさ見てくれるから、いいの、つらい、いいのだからね、アクターの踊り上手だよね、うん、いやいや私もさ本当にねソロライブの時に、うん、まあその、うん、ソロライブやりますってなって、はい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 、1人で16、18曲をこう踊らなきゃいけないくなって、うんうんうん、もうめちゃめちゃ大変で、その嫌でもやっぱりその過酷なそのスケジュールが入ってきたわけだから覚えたよ、はいはい、なんかちょっとだけ動けるようになった。でも全然まだまだだけど、そっか、いや船長もちょっと頑張って、そうだよ、ね、船長可愛く踊りたいと思いますよ。いや見たいな船長、よしスピードスケートダメだよ、もうしないもうしない大丈夫ちょっと皆さんね、じゃあ船長のアクア先輩にねアドバイスいただいたダンスをね、うん、ダンスをちょっと頑張ってみたいと思うので皆さん応援よろしくお願いいたします、うん、そうだね、あと船長はねやっぱりね喉がねちょっとまあ今さ、うん、ねちょっとなんかこう心配だからしっかりね直して、船長は休んで、はい、直して、うん、11月後半なんでね、それまでに、ね、うん、しっかりとね休んでしっかり直そう、本当にバッチバッチ来いと直していきたいと思いますよ。何や船長無理しすぎなんだ、うん、チュルチュルボイスでいきたいと思いますわけでね、はい、以上ということで、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。サンキュラブ頑張ってね、はい、あ頑張ります、どうもありがとうございます。ということで引き続き私たちホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲への感想や番組へのツッコミなど何でもお待ちしております。はい、ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル道ラジオ、私たちの歌を聴け。ではここで一曲おかけしたいのですが、曲の話をするにあたってやっぱり今回もこの方に登場していただきましょう。 A ちゃん、はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。今日もよろしくお願いします。 A ちゃんお願いしますよ。本日かける曲なんですが、なんと宝生マリンさんが歌うユニゾンという楽曲です。イエーイ、はい、出たって感じですよね。こちら、うん、マリンさんのソロ曲でございますが、もう湯飲さんの楽曲でございまして、うんうんうん、そうなんですよね。いやーなんか衝撃がすごかったです。もう楽曲もですし、もうアニメーションのミュージックビデオもどうやってコンテ切ってんだっていうぐらいの、ね、そうなんですよ、うん、もうあれはもう本当に今楽曲は船長も聞いた時に、はいはい、もう頭がどうにかなったんですけど、頭がどうにか本にもなったんですね他のホロメンも初めて聞いた時は頭がどうにかなっていて、はいはい、なんだこれってなってたんですけどはい、はい、なんだ、その湯飲さんは非常にね、うん、船長が中毒性のある曲を作りたいというオファーを出して、うんうん、まあ、中毒性がありつつエッチな感じにしたいという、ね、あーわかる、エッチなんだよあれ、うん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 、性欲の話、あダメだ、ちょっとエッチな話なんですよ船長どんなオーダーを出すときも新衣装でも、はいはい、ね、イラストでもオーダー出すときいつもね、うん、エッチな感じでお願いします。そうですよね単純だな言ってるんですけど、今回はね、うんうん、ゆのみさんがね中毒性について非常に考えてくださって、何回も聞きたくなるっていうのはどういうことなのかっていうことですごく工夫してね作ってくださっています。へー、アニメーションなんですけど、もともとそのアニメーターがもう大好きで、本当にうんうんうん、アニメーターさんの絵が大好きで、素晴らしいですよね。ねえ、アホイの頃から、うん、あのアニメのミュージックビデオを作りたいってずっと思ってたんですけど、はいはい、アホイは間に合わなかったんで、うんうん、せめてもって感じで、あのイラストはアニメーターさんなんですよね、一応アホイの。そうなんですね、うんうん、なるほどなるほど。あのね、あのイレイエリさんもあの方アニメーターさんで、はい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 、そうそうそう、一応描いてもらったんですけ ど、 なるほど、次は絶対にアニメにしたいと思って、うんうん、強い思いで、はい、今回ね6人アニメーターさんをね、すごいですよね、お呼びして頑張ってすごいね、作っていただきました。でしかもあれコンテもね、はいはい、
コンテはね、手汗さんっていう方がね、一人で完全に切ってくださって、一人で切ってるんですか、あれ。すごい。もう天才なんですよ、本当に天才。どうやって考えたらああなるんですかね、すごい。いや、あの人天才なんですよ、もう。ああ。今回は、監督なんですね、うんうんうん、今回のやつに関しては。はいはい、もう本当にね、すごい何回も見たくなるアニメ作っていただいたなと思うんで、まだ見てない方がいるようですから、うんうん、絶対見た方がいい、見ていただきたいですね、うん、すごいからマジで。楽曲名ユニゾンという楽曲なんですけれども、このユニゾンという楽曲名は、あのどういう思いというか、あの、はい、心でつけられたのかちょっと気になるんですよね。これもね、湯飲みさんがねつけられたんですけど、店長の脳内では曲名は完全にお願い中ズミだったんですけど、うん、あ、確かに確かに、あのフレーズはね完全に、確かに、うんうんうん、やはりそれはちょっと安直だということで、うん、4人のマリンがいるというところから、ユニゾン、はいはい、あ、そういうことなんだ、なるほど、はい、なるほどですね。なんかアクアさん、ちなみに最初聞いた時どうなりました？頭がやっぱりえ、なんか最初の印象はめっちゃ歌いにくい曲だなと思って。なるほど、歌い方すごい難しそうな曲だなと思った、いや、めっちゃむずくて、船長だよね、これ収録実はね3回してて、はいはい、でまず1回目はやってる最中にやってて、はいはい、サビで船長があまりにもできなくて、うんうん、あの、はいはい、すっごいテンションが落ちちゃって暗くなっちゃったので、今日はここまでにしましょうってなって終わって、うんうんうん、で2回目は船長がちょっとへらってしまってどうしたら、なるほど、ちょっとうつなってタイミングがね、うんうん、歌えませんってなって、はいはい、で、まあ、歌も全然ダメでみたいな感じで終わって、で3回目でようやく完成したという曲なんですね。一番苦戦したかな、でも本当に歌の収録の中では。そうだよね。本当にわけわからんくて、本当難しかった。どこ歌っていいかわかんないもん。どのマリンを歌えばいいんだってなるよね。どういう気持ちで歌えばいいのか難しいかもしれないですね、結構。そうそうそう。まああれ一応ちゃんとその、ショーごとに分けて撮ってるんで、切り替えはできたんですけど、はいはい、まあ生で歌おうとすれば切り替えは全然できないですね。うん、そうですよね。でもね、なんといってもね、その、なんてふわりその、うんうんうん、言葉をポンポンポンって言うところの、はいはい、こう歌詞の入れ方、リズムの取り方が、うんうんまあ、とにかく難しいよね。確かに、うん、なんか曖昧に覚えてるだけじゃ歌えない楽曲だなって思いました。いや、本当にそうなんですよ。相当聞き込んでいただかないと歌えないと思うんで、なんかカラオケで配信されたのかな、多分。お、だからね、歌いたい、これ。歌える？歌えるように頑張りますか、アクアさんと。頑張るか。歌ってみてよ。音程をね、音程をね、どのマリンなんだって。音程をちゃんとバーを見て。あー、なるほど、バーを見て、なるほどね、うんうん、採点をつけて、ね、挑戦してみてください。ユニゾンチャレンジ、おー、皆さんユニゾンチャレンジよろしくお願いします。はい、はい、ということで、そんな気になるマリンさんの楽曲聞いていただきましょう。曲紹介お願いします。はい、宝生マリンでユニゾン。Choose me.
アイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル党ラジオ、私たちの歌を聴け。ここからは番組のコーナーをお届けします。アイドルチャレンジプロジェクト、イエーイ。まあいろいろな事情でちょっとこのコーナーになりましてちょっと駆け足で説明していきます。はい、皆さんはホロライブアイドルプロジェクトのタレントさんです。そこでこのコーナーではアイドルならできて当然、アイドルといえばこれが得意ですよねといったお題をリスナーの皆さんから募集して実際にやっていこうというコーナーです。はい、うん、アイドルポイントがありましてね、チャレンジが成功したらもらえるアイドルポイント、今19ポイント貯まっております。はい、うん、まあ、何に交換できるかちょっとわからないですね、いつわかるだろうっていう感じですがまあ目標を持ってやっていきましょう。はい、はい、ラジオネームぷんぷんぷりんさんからです。アイドルは毎日スタバに行って毎日スタバの写真を SNS に上げています。皆さんもそうかな。つまりアイドルはスタバのプロ、スタバのことなら何でもわかります。なのでスタバのドリンクを言っていくチャレンジなんてどうでしょうか。おう、ということで、そうだ、今回はこちらにチャレンジしていただきます。スタバの呪文チャレンジ。はい、皆さんねスタバに詳しいですよね、2人ともね。まあね、まあね、年もほら年ですから、ちょうど流行ってるぐらいのね。だね、 JK だし身長ね。え、そうですよ、 JK なんだから。いや、今の流行りは、今のフラペチョ何味なんですか、ちなみに。分かった、正直に言うとね、船長実はね、はいはい、スタバを初めて飲んだのが今年なんですね、うん、逆に珍しい気もしますね。なんかちょ注文すんのめんどくせえからちょっとこら注文すんのめんどくさくてこらこら。じゃあ今日はね、またプロになっていただくということで、はい、今回はスタバでオプションを頼んだ時の長い呪文のような注文をお二人にも挑戦してもらい、一つの注文につき噛まずに言えたらアイドルポイントゲットです。ちょっとアピールして案件もらっていきましょう。おっしゃおっしゃおっしゃ、スタバの案件知らせないな。では早速やっていきましょう。はい、まずはどちら行きますか。マリンさん行きますか。最初にアクタンどうぞどうぞどうぞ。アクタンさん、うん、譲られてますね。わかった、いいよ。じゃあ先言うね、行きます、出陣します。はい、じゃあお願いします。表示されているものを読んでください、どうぞ。ベンチノンティー、マンゴーパッションティー、フラペチーノ、アドホワイトモカシロップ、アドホイップクリーム。お、すごい、イエー、どうですか。すごい、なんかさっきのね、なんていうか、さっきのっていうか、イスランドよりね、全然読めてそれ英語だったから、なんかジュゲムを読んでる気持ちになったよ。すごい、本当にこんな風に注文すんの。嘘でしょ、ね、何言ってるか伝わってないでしょこれ。店員も、え、何言ってんのってなってるよ言われてもさ、ね、ノンティーってなんかね、ティーが上に行ってて面白かったですねティーティーティーって言い過ぎなんだよこれじゃあそのままマリンさん行きましょうか。それでは、頑張れ、マリンさん、はい、お願いします、はい、お題はこちら。ショートアイスチョコレート、オランジュ、モカノン、モカデクストラ、ホイップエクストラソースちょっと惜しかったかも。なんだモカノン、モカエクストラって。確かにモカモカ言い過ぎなんだよな。エクストラどっちなんだ。モカノン、モカエクストラ、いや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 、わかんないですね、ちょっとどんな。めっちゃモカそう、もかそう、そうです、ね、難しい。じゃあもう一回いきますか、2巡目いきましょう。よし、回せろ。それではアクアさんお願いします。目つぶよ、来い。お題はこちら。ベンティーバニラクリームフラペチーノ、ノンノンノンバニラ、アドホワイトモカシロップ、アドブズナッツシロップ、ウィズチョコレート、ウィズウィズウィズチョコソース、ウィズウィズエクストラ、ウィズホイップ、ウィズブラッデーミルク。そんなにミスない、ピートみたいになってますけど。なにこれ、盛りすぎ盛りすぎ。え、これすごいよ。じゃあ目閉じてパッて上げて言うとやばい。マリンさんちなみに言えますかこれ、どうですか。なんでこんなチャレンジしなきゃいけないの。どうぞどうぞ。言わなきゃいけ、練習練習ですから。じゃあお前が、なんでですか。えちゃん言えんのそうやってさ。言えます言えます、ずっとね毎日頼んでますからね、出社前にね。いらっしゃいませ、ご注文どうぞ。はい、とベンティーバニラクリーム、フラペチーノ、ノンバニラ、アドホワイトモカシロップ、アドヘーゼルナッツシロップ、ウィズチョコレートチップ、ウィズチョコレートソース、エクストラホイップ、ブラベミルクでお願いします。どうですか。あー、やったー
なんでお前言えるんだよ、帰れ。ダメだ、公式番組に長いね説明読まされているっていう賜物かもしれないです。許せん、なんだっけ。じゃあモリンさんね、私より若いんですから言ってくださいよ。次行きましょう。あれ、あ時間が、あ時間みたい、もう大変時間だ。大変終わっちゃった。あら、言えたのに悔しい。ちょっとちょっとちょっと。マリンさんが言えたかどうかはね、ちょっとあの配信とかでぜひやってみてください。あ、言えるのにな、悔しいな。言いたかった。終了でございます。はい、どうでした二人とも。あれ、慣れてない。いや、いや言えたよね。普通に言えたね、普通に。私よりに言えないとかね、恥ですよ。何こいつ、何こいつ、ちょっと急に切ってきたんだけど、何急に。でもほらポイントね、1ポイントなんですけど、はい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 、ちょっとお情けでね、私も言えたので2ポイントにしましょうということで。何がお情けじゃ、何がお情けじゃ。ありがとうございます、さすがでございます。さすがでございます。自分褒める、自分で褒める、誰も褒めてくんないから。ということで、こんな感じでホロライブアイドルプロジェクトのタレントに挑戦してほしいアイドルらしいことをお待ちしております。以上、アイドルチャレンジプロジェクトのコーナーでした。えへん、ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、プレゼンツ、ホロライブアイドル動画ラジオ、私たちの歌を聴け。お送りしてきましたホロライブアイドルローラジオ、私たちの歌を聴け、そろそろエンディングの時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りもお待ちしております。レーメロロちょっと待って、フラペチーノに舌破壊されてる。メールの宛先はすべて小文字で hip@joqr.net hip@joqr.net です。はい、またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして番組公式ツイッターもございます。募集しているコーナーの説明もあるので、ぜひフォローをよろしくお願いします。はい、ということで、はい、本日の放送いかがでしたか。はい、うんうん、コーナーが、あ、ちょっと出てんじゃないよ、出てんじゃん。あ、マリンさん、すいません、完成ですね。いらっしゃいませ、ご注文をどうぞ。はい、ベンティアドショット、ヘーゼルナッツ、バニラアーモンド、キャラメル、エキストラ、ホイップ、キャラメルソース、モカソース、ナンバチップ、キチョコレート、クラフトブルー、チュジャックさん。よかったのに。はい、それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はホロライブアイドルプロジェクト、港アクアと本性マリンと、そしてホロライブスタッフの友人 A でした。次回も私たちの歌を聴け。バイバイ、バイバイ。ショート。